山上兄弟の手品講座にゃ。はい、というわけで誰でも超簡単にできるマジックを皆さんに、はい、超簡単にできますからね。はい、じゃあまず最初に、お、何を使うんですか。ご家庭に、どこのご家庭にもあるものを使います。お、使うんです。はい、何ですかそれは。こちら、お、割り箸。割り箸2本使います。割り箸いいですね。割り箸2本どこにもありますね。はい、それを使います。それじゃあその前に、それでいいんですね。はい、始めます。それじゃあまずこちら使うもの、割り箸2本です。はい、割り箸2本使いますね。はい、静電気を止めます。お、静電気、あ、こっから取りますか。はい、わお、ちょっとずつ上がってますね。じゃあもう一回行きましょうか。もう一回行きますか。ちょっと強めに。はい、つけました。行きます。ワン、ツー、スリー、ガー。おお、つくんですね。じゃあもっと今度は強めに。お、いっぱい取りますね。いっぱい取ります。いっぱい取って、はいはい、飛ばなかったもうちょっと足りなかったね。はい、もうちょっとも足りなかったねもっと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 、はい、ワン、ツー、スリー、はい。おお、はい、はい、これテイク2ですからねはい、という感じに簡単にできてしまう、割り箸を使ってマジックができてしまうというわけですけれども、はい、じゃこれの種明かしを。はい、種明かしをします。実は割り箸2本に対してもう一つ使うものがあります。はい、それがこちら。あ、輪ゴムですね。輪ゴムです。ほう、輪ゴムを、はい、まず輪ゴムをこれ親指と中指通します。はい、通しますね。ここにこういく、そして今度はこの割り箸をこんな感じにビヨーンと伸ばして、伸ばして輪ゴムを伸ばして、あ、なるほど。ちなみにここでポイントです。この割り箸を逆側にして入れるとこうなってしまって飛ぶことがないので気をつけてください、はい、なるほど。この割れてない方ですね、割れてない方をこちら下にしてビヨンとします。横から見ると分かるんですけども、縦から見るとこの割り箸の線が輪ゴムでですね、同じようになって見えにくく分かりにくくなってます。あとは簡単です。ちょっと周りから電気を、静電気集めるといって、あとはゆっくり輪ゴムを緩めていくだけ。輪ゴムを緩めると上に上がったように見えます。緩めるとちょっとずつ上に上がったように見えます。くっついてきて見えますね。で最後、一番最後は、まあ、いっぱい電気をもらって輪ゴムを指を緩める、一気に緩めるとおお。簡単にできてしまいますよ。 でも注意事項なのは、それを人に向けちゃダメってことですよね。あの、気をつけないと人に飛んでっちゃうので、はい、気をつけてください。で、この割り箸のマジックが入っているのがこの CD になりますね、山上兄弟のマジカルパワーという CD が出てますので、皆さんぜひ買ってくださいという宣伝を急に入れときます。はい、よろしくお願いします。こちらにいろいろ他にマジックが入っているので、はい、ぜひやってみてください。はい、さあ今の手品、ぜひ皆さんやってみてください。これであなたも手品にゃっ。